はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロチャンピオンシップ、今回はサクスペ杯ですね。こちらをやっていきたいと思います。っていうか、まあ、チャンピオンシップ自体ね初めてやるんですけれども、まあ、サクスペとの連動で、まあ、なんかポイントをある程度稼ぐと PR のね大丈夫博士像がもらえますので、そこまではやっていこうかなと思ってます。で、一応なんかいろいろ記事とか見てみると、大丈夫博士像をもらうポイントはそんなに難しくないみたいなんで、まあおそらく5試合くらいで、達成できるんじゃないでしょうかみたいな感じになってました。まあ何はともあれやってみますか。サクスペカップ、お待たせいたしました。そう、これねなんか喋るんですよね、心ちゃん。熱い試合に期待したいと思います。ゲームチャンネルしか載ってないんだけど、まあいいや。どうなってんだこれ。報酬確認、まあ、報酬とかはもう別にいいんだけど、なんかナイトメール、あ、ナイトメールちゃんに変えられるってこと。顔、俺のチームどうなってんだこれ。まあいいや、とりあえず試合に行こう。で、マッチング中と。何回だっけこれ、5回とかだよね確か。対戦相手が決まりましたと。で、サクスペのチーム、一応なんかアレンジチームみたいなのを作ったんですけど、どういうオーダーになってたっけ、全然わからんわ。 B 級とかさ絶対無理でしょう。よろしくお願いします。練習中っすって。さて、ここからは私がこのゲームの注目ポイントをご紹介するコーナー。あと55秒とかになってね、ちょっと先発だけ見よう。先発、129くん。141の先発が死んでるな。オフになってるのか。ドロップカーブ、スライダー、進化、こんなやつ作ったっけ。もう覚えてねえわ。で、野手アイコンタクトが入ってんね。しかも DH だし意味ねえアイコンタクト。これでもさ、みんな絶対強いよね。まあ、とりあえずこれでいきましょう。相手のさ選手も一応見てみるか。タイムで見れんのかな。多分待機のね、あの秒数制限もあると思うんで、あ、まずは1試合やってみましょう。あ、実況パワフルゲームチャンネル出るじゃん。0勝0敗。高校か。BSS、 ちょっと待ってね、見たい。見れる、あ、見れないか。なるほど。で、3分。3分以内か。あんまり端に投げすぎるとねやられるんだよね。わちゃわちゃって難しい難しい。そう、これでねやっぱり守備とかもね鍛えておかないといけないんで。これはショート、うおー、内野安打か。みんな左だな。どうしよう。スライダーを上に外すか。テストレートを隅に。これは届かないよね。守備範囲も広めにした方がいいな。高めのドロップカーブ、これこんな球投げねえだろうみたいなのが多分ねいいんですよ、対人戦については。これは無理だな。三塁まで走られるか。ドロップカーブをど真ん中に走ってくるね。あ、なんでそうするとこれ何、走られんの。慣れてるね。これはこれは、お、なんかどこに落ちるのかよくわかんないんだけど。高校チームピンチが続きます。ハイズカ名前はあれだね、ハイズカだね。あとど真ん中のストレートとかね。打たれたわ。そりゃそうか、さすがにそれはなかったな。先行チーム得点を上げ、ここからどう攻めるか。でど真ん中の今のはやった、またど真ん中だって多分思ったよ。投げました。浅いよな俺の考え、本当に。これはショートに任せよう。というかさ、内野安打多くねえか。ビクターとかかっこいいね。初球を打った、ファールボール。どうしようかな、1球ちょっと外すか。こういうのはね多分振ってくれないんだよね、高めのドロップカーブ。これは大丈夫。あれ待って、危ない危ない危ない。
なんかマイライフばりの守備になるな。170キロとか投げた、打ちました、初球打ち、セカンドゴロ正面、アウト、これでワンアウト、打席には2番バッターが入ります。1球入魂と芸術的流し打ちもしか、ちょっとミートを開いていく方、おお入ってきた、162キロで曲がってくるのか、凄まじいな。おお全力の快速ストレートね。次はどう攻めるのか、一つ外したボール、さあ次は、なるほど、球速が速いと絶対人間じゃ対応できないからね。高速スライダーはボール、高速系で攻めてきてるね。次は何を投げてくるか、外れた。ここはでもストライクを取りに来るしかないからね。何で来る？サークルチェンジ、緩急をつけてきたな。切り込み対象か、快速ストレートでも170出るんだ。確かにね、こういうパワちゃん用の選手を作るっていうのもねやってる人いますからね。俺はまあそういうところまで全然やってないんですけど、対人専用のピッチャー、特にね走者釘付けはかなり有効みたいですね。やっぱり無理無理無理またシンカーで、振ってこないね。入ってくるスライダーとかどう？よしよしよし、待ってこれマジで落下ポイントが分かんねえんだけど。高めのドロップカーブ、バットを出しません。ボール外ギリギリのコースです。同じとこに投げよう。あでもこれはでもセンター大丈夫だよね。ちょっと待って、 OK、 これでツーアウト。1番バッターが打席に入ります。スライダーを外していくか、高めに初球を打ちました。これはスタンドか。でドロップカーブを低めに決める。たまには低めに投げる。で同じドロップカーブを打ちました。届かないね。ファールボール、どうしようかな。これはさすがに外しとこう。直球見送ってボール。スライダーもね入らないくらいに投げた。外れた。おお見てくるね、選球眼があるね。ドロップカーブ上に決めよう。高めボール球打った。うわー、ボール球を打たれるとちょっともうどうにもなんないからな。打席には2番バッターが入ります。宮城ちゃん作り込んでるねこの人。打った、キャッチャー落下点 OK。 アウトが3つ、攻守交代です。ヒット0本とか悲しすぎる。初球は高速シュートはボール。おお際どい。第2球、人間だからね、あと人間のね癖っていうのをね見抜くのもね多分必要なんだよね。投球これから3球目、結構横の変化球を投げてくるね。第4球でどこかで多分快速ストレートをね投げてくるはずなんだけど、パターンを変えてきたね。さあ次は何を投げてくるか、全然読めない。スプリット、最後はどうかな、サークルチェンジとかで来るかな、遅い球、全然違った。最後の最後に快速ストレートを投げてきた。いや待ち打てないわ、170キロとか。おお当たり前だけどコントロールは捨ててるよね。3球連続でストレートか。いやマジで打てる気がしない。おお際どーい。次はどう攻めるのか、高速シュートはもう高速シュート慎重に攻めてきます。キレッキレだね、脅威の切れ味は持ってないけど。打った、いい当たりだ。これは二塁いけるね。これさなんか連打した方がいいの？連打のあれが出てるけど。素敵な二塁打を放ちます。さあここから反撃ののろしを上げよう、精神的支柱君。さあ1球目、
ツーシームを持っているのか、初めてツーシームを投げてきたな。第2球を投げた。高速シュートはボール。これは完全にボールです。投げました。打ちました。上げてしまったかな。左中間のフライ取って、これでスリーアウトチェンジ。とりあえずなぜか戻るみたいな。7位。さすがにミート S パワー A 強いね。さあ次の球、これはセカンドに任せよう。ボールを掴んだ、一塁セーブ。ていうかさ、これ絶対さ左の方が良くない？めちゃくちゃ内野安打決められるんだけど。いやゲッツーは無理だ。あれ？あの人飛び出してたぞ今。打席には5番バッターが入ります。全力ストレート。渾身のストレートはボール。シンカー、キレッキレの変化球に手が出ません。ドロップカーボー、胸元厳しいところ、微妙なところに投げる。さあ次は何でくるか。内角ボール球打った、一塁送球。一つ一つアウトを重ねていこう。高校チームピンチが続きます。ボール外れた。カウント、ドロップカーボーも似たようなところばっかり投げて、たまにこうシンカーを端に投げるみたいな。アホみたいなさ、こう、ちょっと待って、怖い怖い怖い。アホみたいな投球術だったら絶対読まれないよね。怖いな本当にこの快速ストレート。いやー無理だわ。これロックオンいくつだっけ。ロックオン1とかはあったはず。ゼロではない。いやロックオン2とロックオン1はね、やっぱ全然違うよね。サクスペは多分ねロックオン2とかのはずなんすよ。高速シュートはボール。カウント1ボール。あとねこの画面はねちょっと高めがねどうしても見落ちちゃうんだよね。碇くんから全く打てないな。外のボール引っ掛けた。走れ走れ。アウト。いやこれ左のさ内野安打とかめちゃくちゃいいんじゃないか。実はそうすると多少前進守備にした方がいいのかね。ライトへ飛んだ。ビクターこれでスリーアウト。で次が4回か。おおドロップカーブ狙われた。ある程度勝手に走ってくれるんだ。先行チーム得点を上げ、ここからどう攻めるか。8番バッターが打席に打ちました。ファウル。さあ次の球、ドロップカーブよく打てるな。俺まオッケー、また打たれた。完全に読まれてんな。ライトセンター見送った。先行チーム得点を上げ、これさコールド何点なの。打った、取りたい取りたい。よしスライディングキャッチ。1番バッターが打席に入ります。投げた、打った、1、2塁間へ掴んだ、1ちゃんと OK。 打席には2番バッターが入ります。ファースト近くに打ちました。セカンドボールを掴んだ、1塁はセーフ。もう絶対これ内野安打になるんだけど。これでこの人慣れてるね多分。外れた。ボールアグレッシブに攻めます。打ちました。おお間に合うか。間に合った。攻守交代です。これで点が取れなかったら終わる。5点とか7点とかかな。俺もちょっとさホームラン1個打ちたいよな。変化球にキレがあります。投げます。これはボールだね。いやそれでも結構ギリギリか。割と余裕でボールかなと思ったけど。おおスプリットすげえ際どいとこに投げてくるね。ある程度さ上か下か決めておいてもいいんじゃないか。対応できないよ。低めにしとこ、低めにセッティングしとこう。サークルチェンジ、タイミングが合わない。で高めにしとこう。何低めに来たか。ちょっと高め狙いでいこう。高め狙いで。球速がさ速いからさ、次は低めかな。低めの高速スライダー。ちょっとまた低めでいこう。
高め、サークルチェンジは無理だね、手が出ないよ。2打席連続三振、投げた、いいボールだ、変化球が切れています。さあ次は投げた、ナイスボール、いい球が決まっています。速い、球がマジで速い。外してくるのか、打ちました、ファウル。今のってボールなの？あーでも入ってはきてんのか、なんとか。おお、高速スライダー。あー、これで終わりだね、コールドだね。怒り。いやー難しいわ、これでどのくらい点数が入るの。勝てるとね多分すぐ終わるみたいなんだけど、通報とか23ポイントえ、23ポイントは少なくないか、点数とか取ってないからかな。これさ、相手のあれ見れるのかな、見れないか、さすがにみんなの能力的なやつ。まあ、こういうのはわからんからいいとして、あ、見れなそうだね。こちらの映像は熱戦が繰り広げられた球場の様子。いや、残念な結果となってしまいました。痛いのではないでしょうか、別に痛くはないよえ、なにこれ、あ、ルーキー杯ね。それはでも別に大丈夫赤せずもらえないからね。オッケー、はい、報酬ゲットここら辺はいいわ別に。おめでとうございます。それでは、はい、というところでね、まあ初めてこの、パワちゃんやってみましたけれども、難しいね。てかやっぱりこれはね、これ用の選手をね作らないとダメだね。サクスペ用の選手と、チャンピオンシップ用の選手はね、これ明確に分けた方がねいいですね。もしチャンピオンシップ、やっていく感じになると、まあ俺は多分やんないと思うんだけど、これはね選手をね一から作り直す必要があると思いましたで特に左のね内野安打持ちとかかなり有利だと思うんで、まあ、そういうところから、まあ、組み直していかないといけないかなと、感じました。というところで、今回はじゃあこれで終了したいと思います、多分ね、もうあとは自分で適当にやって大丈夫博士像を、まあ、もらうっていうところになると思うんですけど以上、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。